はい、さあどうもホイトでーす。今回からこのアダバナの館地獄編をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今まで3作品やってきたのかな、このアダバナの館。アダバナの館とアダバナの館くれないとアダバナの館青とで、今回これなんだよね。なんかアダバナの館って言えばいいんだろうね。アダバナの館ってなんか言いにくいからね。なんかちょっとデスゲームっぽい感じでいきますね、やっぱ。アダバナの館地獄。なんか、地獄編ってどういうことなんだろう。オープニング飛ばしますか、見よう。オープニングを見なきゃ何がなんだかわかんない。普通。普通とはなんだ。それは、大多数存在する周りに合わせる行為。いい悪いは関係なく、大多数が取るであろう。行動を自分も取ること。それこそがこの世界における常識。唯一の正解。まあ、あるよね。まあなんか自分はこうだと思ってても、みんながこれだったら、ああ、俺もじゃあそうしようってなるやつやね。俺もそうだもん。なんかちょっと調子乗ってさ、ちょっとかっこつけてさ、いや、俺はこうするね、とかってやつ、大体嘘ついてるからそいつ。絶対嘘だから、それ。故に目立つな。異彩を放つな。周りに合わせろ。そう、それが正解。もうリアルを生きるならそれが正解なんだよ。思考停止しろ。多数の意見に従え。己の意志を捨てろ。それがこの世界、社会において、押し付けられた普通の行動。同時にそれは俺。スナのリクが送るべき人生だ。あ、そっか、俺、タイトルで全然触れなかったけど、多分これ、初期っつうか、第一作で出てきた、スナのリク。てか、リクくんが多分主役なんだろうね。なんかね、チラって見たんだけど、なんかオールキャラクター出るみたいな書いてたんだよね。オールキャラクターってなんだ。登場人物が全員出るらしいんだよ。ってことは、多分、この殺人鬼のあの子も出てくるってことでしょ。何回意味わかんないまま始まったな。これなんかどうするんだろう。おい、聞いたか、また白金組が問題を起こしたそうだぜ。マジかよ。先月も他の組と衝突したって話だろ。ああ、何でも今の若頭が台頭してから他の勢力との争いが激しくなってるらしいぜ。今の男子高校生とかってこういうヤクザとかの話する？めちゃくちゃ怖くない？なんちゅう世間話してんの。おい、なヤクザって関わりたくねえぜ。それがその若頭ってやつ、俺たちと変わらない年齢らしいぜ。え？マジかよ。やっぱヤクザの息子とか異常者なんだろうな。まあ、異常者だろうな、怖えもん。なんか一人ぼっちがいる。聞いたか？また桃山太郎を引ける。あいつか。グループが問題を起こしたらしいぜ。桃山のやつ、議員の息子だからって威張り腐ってやりたい方だらしいぜ。この間、お前とシンジが桃山のグループと衝突したんだろ。確かいじめられそうになってるやつを助けようとして。おー、でも、やっぱこのリック君とかはいい奴らなんだな。正直お前のことそれまで普通の奴らと思っていたからちょっと尊敬してよ。少なくともあんな桃山よりも俺はお前らを尊敬、あ、お応援するぜ。はい。なんか普通の外人みたいなやついる。は？これ絶対重要人物じゃん。いや、リクじゃねえか。相変わらずお前この時間に来るのな。これ新キャラだよね、多分。別に遅刻じゃないんだから問題ないだろ、シンジ。これなんかもう女子は歓喜だろうな、イケメンマミルのクラスで。まあそりゃそうだけどよ。大丈夫です、実際こんなクラスありません。みんなイケメンではありません。お久しぶり。はーる、リクちゃん、今日はいつも通りローテーションだね。そういうお前はいつも通りのテンションだな、そら。まあね、つうか俺ってばこれ以外のテンションってあんま知らないかした。はい。あ、え、こんな感じだったっけ。ちょっとビジュアル変わった、ギャルっぽい、なんか清楚系ビッチっぽい。あ、リクくん、おはよう。あ、おはよう、ふみ。今日も時間通りに教室来たね。早くもなく遅くもない。ちょうどいい時間だよね。まあ、遅刻だけはしないようにしてるからな。偉いじゃん。俺結構遅刻してたよ。てか、普通に可愛い。これ付き合ってんだっけ？うわぁ。あ、やっぱ変わってるな、イラスト。おはよう、りくくん。すげえなんか可愛いわ。あ、おはよう、しずく。結構頭良かったんだよね。こんな朝早くから勉強か。精が出るね。別に。今の自分の学力に満足していないだけよ。この間期末で1位だったのに、それ以上上を目指す必要があるのか。テストで1位だからといって私はこの学年で一番上だとは思わないわ。現に私よりも上はこのクラスに何人もいる。そうなのか。ええ、例えば空くんとか。確かに空はいつもテスト順位は上位だが、お前は毎回1位だろ。どうかしら、彼が本気になれば私よりも上な気がするけれど。それにあなたも。俺のどこがだ。あなた、この間のテストもその前も
全教科真ん中の成績だったよね。なんかこれあるアニメで俺こういうの見た感じがする。なんか実力主義のなんか教室みたいなアニメでなんかこんな主人公がいたような気がするわ。ちょっと見た人コメントして。まさかと思うけれど狙ってやったの？そんなもの狙えるわけないだろう。確かにそうね。もし狙ってやろうとするのなら1位を取るよりもはるかに難しいわ。あ、これで全員かな多分。主要人物的にはなんか先輩もいたんだよね。真っ白髪の先輩。歴史にイムちゃん、例の噂話って知ってる？噂？いつもそのポーズしてんの？多分腕疲れるよね相当。そうそう、多分左腕の筋肉だけ相当いいよこいつ。黒い手紙の噂。黒い手紙？ね、何それ。ソラ君聞いたことがあるわ。確かそれを受け取った人は行方不明になれたやつよね。え、しずくちゃん知ってるの？あくまで噂程度のことしか知らないけれど。ピーパンピーパン、せっせい。いやー、しずくちゃん蒸発だね。別に。で、その黒い手紙がどうしたんだよ。いやー、実はそれが昨日俺のところに来ちゃってんだんだよ。もう一生前と関わらないようにしようぜ。は？え？ちょ、ま、大丈夫なのかよ。あ、信じていたな。存在忘れた。てか見た目変わりすぎな。いたな、こいつ。大丈夫って何が？その、行方不明になるんだろ。呪いとか、そういう変なとこ起こってないのかよ。変なこと。死んじゃってもおどけさせてね。何も起こってないよ。ていうか中身ただの真っ白い白カチュア出したし。まあでもそういうの期待してただけに、ちょっと残念な話だよ。そうか。まあ何もないならいいんだが。しんちゃん優しい。俺のこと心配してくれたの。サンクス。あのなあ。けど、噂話の正体なんて、蓋を開けてみればその程度のものよ。実際私のところにもその黒い手紙が届いたけれど何の変哲もないわ。さりげなく言うのやめてくんね。普通に来てんじゃ怖えじゃん。しずくちゃんのところにも手紙言ってたの？なんで黙ってたの？私何も聞いてないよ。ごめんなさい、特に話すこともでも話すことでもないと思ったから。それで手紙はどうしちゃったの？届いたその日に封を開けることなくて破いて捨てたわ。あ、すごいな。そうなんだ。おめえ度胸あんな。そうかしら。黒い髪ね、まあ、主人公気質だよね。こうやる気のない感じ。何かが起こった後めちゃくちゃなんかリーダー気質発揮するやつ。いいな、そういう性格。俺もなりてー。てか仲いいな。ねえねえ、この後みんなにカラオケ行くね。カラオケ。あれ、これなんか今この目の前にいるやつらあれじゃね。ああ、お前テスト期間中だろ。遊びってる暇あったら勉強しろよ。スラ君は相変わらずだな。待て、どうしたよ、リク。急に立ち止まって。あ、いやぁ、新人リクじゃねえかよ。出たよ、こいつ。未来のジャイアン。桃山、てめえ、なんの用だ。なんだよ、だねえじゃん。新ちゃんよ。おう、未来のスネよ。あ、こっち伸びただっけ。そうそう、この間僕ら、君らの方から僕らに喧嘩売っておいて、その詫びもしないのはなってないんじゃない？何言ってやがる。あら、てめえらが弱い者いじめなんてダセえ真似してるからだろうが。うるせえんだよ！俺、ゲイの息子だぞ！その俺にしか抱こうが、世の中に出てからも、ためになるぜー！よっ、さすがマムちゃん、ケーキー！出た未来の静香ちゃん、可愛くなってな。つうか、あんたたちも今からももちゃんの下についてるだろ。ちょうどパー知り役がいてるし、お前、青の時にものすごいこいつと喧嘩してただろ。殺し合いしただろ、お前ら。てか、これ時間軸的にいつなんだ？ふっ、お断りだな。犬を探して、さあ、姫やりたいなら、さあ、姫やりたいなら、よそでやってろ、ブース。いや、シンジ君、これはブスではない。普通に超美少女だ。俺は普通に可愛いと思う。ええ？てめえ、今なっつったというよりも、あ、でもこっちの可愛いな。さっきから議員の息子だって威張ってるけれど、別にあなた自身が何かをしたわけでもないでしょう。さらに言わせてもらえば、あなたの親、議員は議員でも、汚職議員でしょう。やば、なんでそんな知ってんの？てか、しょうもねえ父さんだな。てめえ、ぶっ殺すぜ！ちょ、ももちゃん、落ち着いて！いや、いくらなんでも、公共の場で女を殴るのはまずいですよ。ほら、ちょっとお前、言われてるぞ、手下にすら。そこで何をしてる？誰だ？あれ？これ先輩じゃね？
てめえは生徒会長の岩山関出た。あーなんか髪伸びたかな。こんな感じだよね。でもなんかほぼほぼ変わってねえな。学校の外とはいえ問題を起こすなら見過ごせない。石関って読むんだろうけど石ころっぽいな。石本物のあのゴロゴロした石に見えちゃう。桃山くん、君の行動に関しては以前から注意を促していたはずだ。これ以上何か問題を起こすのなら学校保護者ともに連絡させてもらうぞ。てか背高っ。行くぞ。この桃山実は128センチくらいしかないのかな。でこの関くんが150センチくらいか。まあ、待ってくれよ桃ちゃん。てめえらいつか覚えてろよ。悪いな、俺バカだからすぐ忘れるわ。ちっちゃいつ大丈夫だったかみんな。これがもうあの無印の時のパーティーだよね。なんか左下格好何あれ、赤い制服。はい、今井先輩のおかげです。ありがとうございます。俺は何もしないさ。むしろ余計なおせっかいされたくない、リカ君。いえそんなことありません。助かりました先輩。そうか、そう言われて安心した。助かりました生徒会長。いや生徒会副会長、相変わらず堅苦しい挨拶だな。俺のことは普通に岩山でも関でも好きに呼んで構わないぞ。そうですか。では、いや、何その顔、左下。おい恋してんじゃねえよ。あ、これカッコ俺にしよっかな、髪白いし。あ、それで構わない。あ、カッコ俺にさしていい。それにしてもここで会えたらもう何かないんだ。あ、もうこれ俺にしよっか。もう俺だからめちゃくちゃちょっとイケボっぽく喋るわ。このまま君たちの帰宅に同行しても構わないが、それはもちろん俺は全然いいっすよ。俺もいいっすけど、先輩はいいんすか。テスト期間中だし、俺らと帰ると遠回りじゃん。構わないさ、彼らがまた戻ってこないとも限らない。ない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 、頼りないかもしれないが、その時は盾にでもなるつもりだ。だだだ、頼りないなんてそんなこと全然ないですよ先輩。君にそう言われると安心するよ。まあ何にしても君たちと一緒に帰るのもうまい。ちょ聞いた話では海は陸君と付き合い始めたんだよね。ほほん、へっへっ、あ、そら一応そういうことになるみたいです。何冷静、何もうお前何その冷静キャラ、普通に喜べよ。こんな可愛い子と付き合えてんだぞ。そうか、ならこうしてゾロゾロ歩くのは二人の邪魔になるかな。いえ大丈夫です、全然大丈夫です。ねえねえリク君。あ、そういうことらしいです。そうか、かか、つうかお前らも付き合ってるならもっとそれらしくしろよ。確かにリクちゃんとユミちゃん付き合い始めて1週間だけど今までと全然変わらないもんね。それらしくって言ったって、どういうのが恋人っぽいのかな。手をつなぐとか。ええー、すま、それは違ったか。いやー、やっぱりきちんと海ちゃんを見てるだけ楽しいね。あ、これあらすじ見なかったらどんだけ、そこ何が始まんの。それにしても今日は災難だったな。まさか桃山の野郎があんなに根に持ってるとはな。確かにそうだな。悪いな、行く。何がだ。いや、あの時俺が桃山のグループに喧嘩売ったから恨みを勝ちまってさ、こうシンジ君確かめちゃくちゃ正義感あったんだよね。お前は空まで巻き込んで悪かったと思ってる。別に、それがお前の普通なら俺は従うだけだ。あ、こんなこと言ってたな。あ、ごめん、ほんとさすがに2年ぐらい前の実況だったから覚えてねえわ。ただね、こうやってちょっと時折記憶の断片が蘇るわ。誰かを助けるっていうのをな。そっか、悪いな、リク。なんだ今の。それじゃ、俺は隣だから、また明日な。ああ、また明日な、シンジ。これがリクの結構立派なお家に住んでるね。すげえでけえぞ。ん？ポストに何か入ってる。来た。これが黒い手紙。これは？黒い手紙。あの噂のやつか。俺の家にもいたずらが来たんだな。お、これからじゃない。深い意味はなかった。何かを期待していたわけでもなかった。それでも気づくと俺の手はその手紙に伸びていた。おい、リク、お前何やってんだよ。シンジ、お前どうして家に戻ったんじゃ。お前が玄関まで突っ立ってるのが見えたから気になって戻ったんだよ。つうか、お前それ何握ってんだ。おい、お前それ噂の黒い手紙じゃねえか。何してんだよ、んなもんさっさと捨てろよ、ちっちゃいつ。
それは偶然だった。シンジの手が俺の手を握ると同時に俺の指が手紙の封を破った。そしてなんだこれ、目がま、眩しい。俺の日常かっこ平凡かっこ閉じは終わりを告げた。これからが本編ですか。ってことはもう出てこない。あ、みんないるじゃん。ここは、おい、どこだよここ。なんで俺こんなところにいるんだ。りっくん、しんじくん、ふみ、それにみんなも。あれ、りっくん、しんちゃん、さっき上がったばっかりなのにこんなところだなんて偶然だね。みんなどうしてこんなところに。ここは一体どういうことだよこれ。めっちゃいっぱい人いるけど、なんか異世界の人みたいにね、左上のなんか羊っぽいやつ。はい、おめでとうございます。ようこそ地獄へ。これにて1000人目のご到着。皆様お待たせしました。これよりようやくこのあだばなの館でのゲームを開始いたします。え、これあだ、あだばなの館？なんだ今の声、一体どこから、誰、え、誰、スーパーウルトラハッピー誰、はじめまして。てか男っぽい喋り方したけど、こいつ女だね絶対。私の名前はレブリー、ラブリー。この地獄を支配する弟子大悪魔の一人、嫉妬を司る大悪魔レビアタンです。気軽にレビーちゃんって呼んでね。でも普通に可愛いからなんとも言えないな。はあ、なんだこいつ。あんねえ、なんか背中から羽が生えてるよ。そりゃそうだよ、なんて言ったってレビーちゃん悪魔だもん。悪魔、おい、てめえが俺たちをこんなところに閉じ込みやがったのか。そうです。だったら俺たちを元の場所に戻しやがれ。残念ですけど、それはできません。だってあなたたちはここでのゲームに選ばれたのですから。でも1000人って言ってたよね。めっちゃ多くない？あ？ゲームだと？何の話だ？招待状はお送りしたはずですけど、まあ、ほぼほぼ無視されてたけどね。あなたたちが言う黒い手紙ってやつでーす。はあ？シンジ君、君手紙来てないけど巻き込まれたの？あれか、確かにもらってたけど、私も家に帰ったら郵便受けに黒い手紙が入ってて、それを手に取ったら次の瞬間ここに飛んできたの。俺も同じだな。ちょっと待って、私は手紙を破いたわよ。破いた程度じゃ私との契約は切れませんよ。知らないんです、悪魔の契約はとっても理不尽なんですよ。ちっちゃいつ。ちょっと待って、さっきから契約だとかゲームだとかどういうことだ。あ、そうでした。では改めて説明させていただきます。今現在この空間地獄には、私が集めた1000人の人間プレイヤーの皆さんがいます。皆さんにはここで最後の人になって一人となるまでゲームをしていただきます。最後の一人となった勝者はなんとどんな望みも叶え放題になっちゃいます。やったな、こいつ好きな女の子に何のことできる、世界成功もできて老後の心配もないよ。てめえふざけてんのか、誰がそんなもん信じるかよ。あれ変だな、私真面目に言ったのに何信じてもらえないかね。そんなもん信じられるかよ。大体なんで俺らなんだよ。いや、あなたたちが選ばれたのは至極真っ当な理由ですよ。だってここにいる1000人一人残らず異常者の集まりですから。いや、1000人もいいのか異常者が。だったら俺入っても、ま、もう大丈夫だな。は、俺はもっと異常者だしな。それってどういう、おう何これ、俺たちのどこが異常だって言うんだ。まあ、男 A、 うん、お前異常なんだよ多分。さだ分かる。そうはいますけど、例えばそこのあなた、普段から動物を虐待しては殺したりしますよね。はい、しないお前。あ、見事だ。そっちの君なんか、この間気になる子をカラオケに誘って飲み物に薬混ぜたじゃん。しょうもねえことしてるやついる。それで何人かの子に乱暴したでしょ、乱暴したでしょ。つうか何人か薬に依存させてから捨ててるし、しかも反省の色なし。なんのことだ、知るかそんなの、知るか。まあ、なのでここにいる全員は大なり小なり、そうした異常な部分を持つ異常者の集まりなんですよ。あと皆さんに共通していることは、
平凡な日常とは違う何かを求めてるということです。てかこれ多分あれなのかな、赤羽ちゃんだっけ主人公いるんじゃね、異常者の集まりなんでしょ。あ、どっちなんだろう、参加者なのかそれともこっちそっち側なのかどっちなんだろうね。なのでこの状況って実は皆さんが望んだ結果でするんですよ。っていうか、そうじゃないと私の計画がつながってこの場所に手なんてできませんからね。ふざけるな、俺はそんなんじゃねえ、そんなんじゃねえ。そうだ、俺も違うぞ、勝手にそんなにからやろうにしてんじゃねえ。誰、お前誰、いいから俺たちをここから出せ。それじゃあゲームには参加しないということですか。あ、こいつら死ぬな、当たり前だ、誰がそんな。じゃあ残念、そういう根性なしちゃんをパクッとレビーちゃんという名のお魚ちゃんの餌なのです。はい、あれ C は C、 AB 死んだでしょ。はっ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 、いやー、人が潰された、バケモノだ。あー助けたー。いや、そういう普通のリアクションいらないですから、マジで。何のために異常者ばっかり集めたと思ってるんです。次、そういうつまんない反応したら、奴らもパクッとしますよ、パクッと。ちっちゃい。おい、嘘だろ。さっきの奴ら一瞬に血だまりになりやがったぞ。お前いたんだな、やっぱ。お前もクズだもんな。冗談だろ、ぞい。くそ、なんで僕がこんな目に遭ってるんだよ。ふざけるなよ。くそ、ドラえもん。私は関係ない。関係なのに、なんで、どうしよう。どこにいんのあいつら、誰やお前、重要そう。まあそんなわけで皆さんがここから出るには最後の人になるまでここでのゲームに参加してもらいます。あ、ちなみにゲームの内容は様々、この第一フロア各地に配置された館に入ることでゲームを開始できます。内容は一人で挑戦するものもあれば、大人数との協力やチーム戦、サバイバルなど館によって種類が異なります。めっちゃ面白そうなんだけど。ちなみにルールさえ守ってくれれば、館外での調達戦もありだよ。あの女マジで言ってやがるのか。女じゃねえよ、赤羽だよ。さっきの見てたら、ちくしょう、生き残るために生き残るしかないのかよ。なんか真ん中にいるやつも重要そうだな。誰これ、なんかいろんな人たち出てくるな今回。でもその中でもほとんど死ぬんだよね。あ、なんかこいつのシルエット見たことあるぞ。ようやく始まりますね、お嬢。はあ、そうね、私たちの場合はここに飛ばされてからすでに1ヶ月経ってるから、人数が集まるまですでに暇で仕方がない。めっちゃ強いじゃんこいつら。ですが果たして僕たちで生き残れるんでしょうか。お前悪魔だろ。ちょっとあんた何をわけなこと言ってるのよ。それとも私の執事なの。てかなんで悪魔なのにお前呼ばれてんだよ。申し訳ありませんお嬢様。はは、相変わらずオタクは尻に敷かれて何よりだな。これ多分戦ったやつじゃねえの、紅とかで。けど勝ち残るのは俺らで決まりでしょ。お嬢、当然よ。なんて言ったってあんたたちにはこの私がついてるんだから。そう、この私、音切り赤羽がね。ちなみに1000人もいるとなると、誰と組むべきか、あるいは誰を落とすべきか悩むところがあると思います。そこで悪魔的お助けとして、ここに集まった1000人の皆さんを私が勝手にランク付けさせてもらいました。それぞれ1位から1000位まで順位をつけて、皆さんの腕につけた腕の剣にその順位を表示しますので、ぜひ参考に。あ、もちろん番号が少ない人ほど私の眼鏡にかなった有能な人物ということになります。特に1桁の10人は大悪魔御推し戦、私的にはその中の誰かが勝ち残ると思ってるんで。ってな、の、き、その一桁の連中を狙うもよし、あるいは甘い蜜を吸うためにくっつくもよしですよ。おい、お前ないんだ。417位、俺は673位かよ、ちくしょう。誰か一桁、いや二桁のやつでもいいから、いないのかよ。俺はそいつについていくぞ。なら俺も131位でこの中じゃなくなくつけるぞ。一桁のやつがいたら名乗ってくれよ。わあ、でもいろいろいっぱいいるよ、もう。何、もう。ようやく始まりましたね。誰？あ、何こいつ。他の連中は、このゲームが開催されるまで待ったのは、せいぜい数ヶ月程度だろうが、俺たちはその日ではないからな。ええ。特にあなた様の場合、気の遠くなるような時間を待ったのですから。
いやこれ絶対人間じゃないじゃん。ああだがそれもこれもこれでようやく報われる。俺たちの計画が始動する時だ。はい、必ずや俺たちが勝ち残り、そして人類の救済を果たす。いやそんなことしなくても勝手に救済されてますけどね。なんなんですかあんたたち。普通に一般人の方たちは普通に生活しますけど、勝手に救済とかやめてくれません？まあそんなわけで大体分かってもらえたかな。ここから出るには最後の一人となるまでゲームをやってもらうしかないよ。大丈夫大丈夫、勝ち残った際はどんな望みでも叶えられるんだよ。むしろこんなの千載一遇のチャン、大チャンス。君たちが心の底で望んでいたのに願いが抱かない方だよね。ふざけんなよてめえ、何がゲームだ腐ったれが。あなた狂ってるわ。うん、いやあくまにそんなこと言われましても、あのに困っちゃいます。そんな生き残りをかけたゲームなんて、あ、いやだよそんなの私、いや、ああ、海しっかりしろ海。先輩鈴木さん、大丈夫だ海、何があろうと俺が必ず君を守る。私もよ海、何があっても必ずあなただけは守り通すから。先輩しずくちゃん、この子でも確かものすごく生命力高かったよね。ふーん、生き残りをかけたゲームね。そっか、これがそういう状況か。ま、でもだからなんだって感じだな、やっぱ。おい俺たちどうなるんだよ。知るかよ、こうなったらやるしかないだろ。出ないとここから出られないぞ。そんなこと言ったって相手は分からんぞ。言ってることもめちゃくちゃだ。生き残りをかけたゲームなんて、そんなのデスゲームじゃない、データデスゲーム。なんで私がこんな目に。出してよ、私だけでも出して。チキさん、いけなこっちやる。おい、まだ死なきゃいけないんだよ。ちょっと、言い過ぎ。最後に勝ち残った一人って、要は他の人間を殺すか始末すればいいんだろ。ならゲームでも何でもいいから自分以外を消せばいいじゃないか。へへ、単純じゃないか。そうだぜ、悪魔も言っていたじゃないか、ここにいるのは異常者の集まりだって。なら正当防衛だ。そんな連中いくら蹴落としても問題ねえよ。だって俺は被害者なんだからよ。そういう考えが異常って言うんだよバカ。誰がてめえかこれ、バカレグレ。アビ教官の教官の地獄絵図。普通ならば耐えられるはずもない絶望と狂気による混沌のる通報。普通ならばこのような状況において人は絶望し腰を折るか、え、狂気に蝕まれ理性を手放すか、むき出しの本能のまま生にしがみつく、生にしがみつくであろう。だがそんな中、笑ってる人間がいる。スナのリクは笑った。おう、アルバナのヤカテル地獄編ね。はい、映画っぽいですね。こっからが本編なら、やっぱりもうこっからか、やっと。さてと、他のエリアにいる子たちにはルールを説明したので、残るはあなたたちだけ。というわけで準備ができたら私に話しかけせい。チキショ、あの野郎楽しみやがって。とはいえ、やつの話を聞かないことには始まらないだろう。そりゃそうだが、みんなもそれでいいな。構わないわ、俺もだ。すでにこんな状況になった以上、やつの話を聞くしかありまい。だねー。なんで笑ってんの、なんで上笑ってんの、下困ってんの。海、大丈夫か。うん、大丈夫大丈夫、話を聞こう。ああ、やっとかい。でもあらすじで十分面白い。これからどうなんだろう、いっぱいあるな。ちょっとだけ周りを見て終わろうか。これって全部入るのかね。ここも入れそうだし、ここは絶対違うな。これ右も行けるし、なんか坊主いるし。で奥行くと、まずあの悪魔の話を聞くぞ。はい、了解しました。ではここで終わろう。陸、海、雫、空で石。はい、終わりまーす。多分アイテムは何もないね。いやー、結構変わったな。青の時点で結構変わってたけど、またいろいろ変わったな。でも逆にそれがいいな。じゃあ終わります。次回からまた。さよしゃ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 、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。してくれたら